マクラーレン MP4 から20にはマクラーレンが2007年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはマイク・コフラン。開発は2006年シーズン前からすでに始まっていた。先進的なコンセプトを特徴としており、新しい流体力学的解決策と前例のないクラッシャブルストラクチャーの有効性を備えたマシンである。 2007年の F1 レギュレーションでは、タイヤは、ブリジストンのワンメイクとなり、このことは少なからず、シャシーの開発に影響を与えた。このような空力的改善によって、ダウンフォースの強いシャシーとなったが、それゆえに、タイヤには負担の大きいマシンである。またエンジンのレギュレーション変更が有利に働き、特に、レブリミットが 19000rpm に制限された。 ことで信頼性とパワーの両面が改善された。ルノーで2年連続ドライバーズチャンピオンを獲得したフェルナンド・アロンソが加入し、GP に王者の新人ルイス・ハミルトンとコンビを組んだ。MP4 から20には当初の期待通り好調な滑り出しを見せ、第2戦マレーシア GP でワンツーフィニッシュを達成。シーズンを通して、どちらかのドライバーが、 必ず表彰台に立ち、フェラーリとのタイトル争いを優位に進めた。しかし、チーム運営をめぐるトラブルが次々と発生した。チームとしては、モナコ GP では、チームオーダー疑惑が浮上をきっかけに、トラブルが目立ち始める。アロンソはベルギー GP までの前線でポイントを獲得するなど好調ではあったが、 ハミルトンのデビューから3戦連続表彰台の時点でランキングで遅れを取り、カナダ GP で初優勝すると両ドライバーの関係は微妙なものとなった。その象徴としてハンガリー GP 予選ではアロンソがハミルトンのラストアタックの機会を妨害したとしてチームに同 GP のコンストラクターズポイントを無効とするペナルティが課せられた。 その上、ベルギー GP 前には、マクラーレンのフェラーリに対する産業スパイ疑惑に、対して、この年のコンストラクターズ全ポイントを無効とする、原罰が下され、確実視されていた、コンストラクターズタイトルを失うことになった。残された、ドライバーズタイトルも、日本 GP で、アロンソ、中国 GP で、ハミルトンが痛恨のリタイアを喫し、混沌とした状況となった。 最終戦ブラジル GP では、ポイントリーダーのハミルトンのマシンにギアトラブルが発生。結果、フェラーリのキミライコネンに、両ドライバーとも1ポイント及ばず、ドライバーズタイトルも2位と3位に終わった。また、このスパイ疑惑によって、来期のマシンである MP4 から23の開発に、際しては FIA の査察が入ることとなった。第2戦マレーシア GP で、 MP4 の22オカルフェルナンド・アロンソ、マクラーレンは2007年シーズンのコンストラクターズポイントとランキングを剥奪された。ありがとうございます。